はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平田と申します。ちょっとまだ親知らずの腫れがですね、引いてなくて完全に見せられない映像になってますので、ちょっと今日もマスクをさせてもらいますが、だいぶ話せるようにはなりました。では4月に入りまして、何か今年もね、目標を持って塾の業務に当たってると思うんですけども、塾講師の人たちのよくある話として、来年自分はどこどこの部署に行きたいなみたいな、僕は比較的その願いを叶えたというか、現場で管理職をやってから本部の人事部に移動して、人事の仕事だけ携わった時期もあったので、ちょっとその辺の話をしていきたいかなと思ってます。でそれに関して質問があるみたいなので、質問の方どうぞ。現場と本社はどちらが大変でしたか？はい、現場と本部って何が違いますかっていうと、辛さのジャンルが違うんですよ。塾の現場の人間関係って、例えばほとんどが上司からなんかこう いろいろ言われるとか、役職高い人にいろいろ言われるとかだと思うんですけど、でも塾って言い方悪いですけど営業職みたいなところありますから、言ったって成果出せば、数字出せば、結果出せば、自分より偉い人を黙らせられるっていうのができるんですよね。実力次第では非常に居心地のいい環境っていうのは現場では作りやすいんですよ。比較的定時ギリギリに出社しても来られないとか、ちょっとしたミスぐらいではもうしょうがねえなぐらいで済ましてもらえるみたいな、まあ、塾じゃなくてもいわゆる営業職と呼ばれてる世界においてはこういうのってよく起こり得ますね。結果こそ正義みたいな考え方だから、結果出す人にとっては結構いい、でも出せない人にとってはやっぱ辛い環境なのかなと思います。で逆にじゃあ本部ってどういう感じなんですかっていうと、本部ってのはそんなに数字の成果みたいなものを、まあ、現場ほど問われるわけじゃないんですよ。じゃあいいじゃないですか、ノルマのプレッシャーとかないわけですよね。多大な残業を割くとか、精神すり減らしてやるとか、そういうのないからやっぱ本部の方がいいじゃないですかと思うかもしれないんですけど、それはねちょっと違うんですよ。まあ、本部経験のある僕からすると、本部は本部で結構めんどくさいことがあって、何がめんどくさいって、年功序列的な考え方が強いんですよ。だから、例えば僕はとある仕事に対して100っていう仕事をできるとしますね。仮に自分の上司の人がその仕事に対して自分の能力の半分しかない、50っていうクオリティでしか仕上げてこれなくても、結果出せるのは僕なんですけど、上司の言うこと聞かなきゃいけないんですよ。これが本部のちょっとめんどくさいところなんですよね。数字で成果を出して評価をするっていう制度じゃないんで、基本的に本部っていうところは。なので年功序列で、社歴が長い人、年が上の人、役職の高い人の意見を下はただ従うだけという環境なんで、いや僕は仕事ってこうやってやりたいんですよ、こっちの方がいいと思うんですけどねみたいな意見が正直通る場所ではあんまりない。エージェントでいろんな職場のね人たちと話をさせてきてもらったけども、やっぱり同じような業界においてもすごい成果主義のところと年功序列主義のところがあって、やっぱり転職したい理由はそれぞれ違う。成果主義のところはもうノルマが辛い、成果成果結果結果って言われてそれが辛い、プレッシャーを感じている、だからやめたい。年功序列的なところは上司が何言ってるかよく分かんない、もう会社が時代遅れすぎるみたいなのって本当によく聞くんですよ。もうありとあらゆる会社において結局成果主義なのか年功序列主義なのか、どっちがいいか悪いかは人それぞれ合う合わないはあると思う。なので一概に塾の現場が辛いから本部は楽だろうという考え方でもし本部に行くと、人によっては結構辛い思いをする可能性がある。自分の意見は通らないし、全然自分の意思と反するものを上から下ろされて、それをただこなすだけ。現場だとね、なんかいろいろ上から言われてもペペって書いて結果出せば上も黙るんで、でこれは特に僕のいた会社がと言ってるわけじゃないんですけど、いわゆる本部みたいなところに行くと全く仕事しない、やけに年がいってて、なぜか役職が高い人っているんですよ。その人がね、一応役職が高いんで仕事何にもないんだけど会議とかに出るわけ。そうすると適当な発言をするでしょ。でもそうするとね、その意見が通っちゃうんですよ。だから現場だとありえないんですよ。確かにそんなこと、どっちが辛くてどっちが自分に向いてるかは本当人それぞれだけど、じゃあ平野が今大学4年生で来年から新卒で就職します、どっちに入りますかって言われたら、僕は現場を選びます。僕は割と成果で黙らせたいタイプかなと。人によるとは思うんですけど、特に塾においては現場の方が楽しいかもしれない人は多いかなと思いますね。いろいろ仕事内の不満ってあると思うんですけど、部署が変わっても新しい不満が出てくるし、会社が変わってもきっと新しい不満が出てくると思うんで、これ結局何が言いたかったかっていうと、環境を変えるじゃなくてもうね、自分が変わるしかないんですよ。自分が変わって対処するしか方法がないなと思ってるんで、その自分を変えるためのスキルとしてこれからも情報発信していきたいなと思ってますし、まあ過去の動画にもそういう系の動画上がってるんで、ぜひ
見てほしいかなというふうに思ってます。はい、では参考になった方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ちょっとマスク外せるのがいつになるか分かりませんが、引き続きよろしくお願いします。それではありがとうございました。